今回紹介するのは、一日一行、二年で350万ためた、秋のズボラ家計簿という本です。一年ほど前から秋さんのブログを見て、秋さんの家計簿を実行していたのですが、 スマホの小さい画面で見ているとやはりノートの画像も見づらいしよく理解できなかった部分もありましたそれでもだいたい理解できた秋さんの家計簿で家計は大幅に変わりまとまった貯金もできてきたのですがこの本は本当にわかりやすいしとてもよくできていますブログでよく理解してなかった部分も鮮明になりましたし ブログにはなかった部分もすごくためになります。文も多くないのに説明が良い感じで、これなら文章が苦手な人でも一気にサクサク読めると思います。全部読んで理解するのに半日もいらなかったです。今まで何年もつけていた。 見返してもその月の収支ぐらいしかわからないような家計簿は本当に無駄だったと心底思います秋さんの家計簿は本当に一個書くだけでお金の流れが1月単位はもちろん1年単位でも手に取るようにわかるようになりました家計簿の付け方どころかお金の使い方まで変われます何にどのぐらいまでお金を使っても大丈夫か常に把握できて お金を使う時の安心感がすす。ごいですお金の見方が完全に変わりました。すべての家計に悩む人に読んでほしいです。本当にアキさんの家計簿に出会えてよかったです。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。